俺の名前はケイスケ。一歳年下の妻と結婚してまだ半年だ。妻との出会いは、妻が俺の会社の下請け会社で働いていたのがきっかけだった。今は共働きで生計を立てているが、いつか妻が仕事を辞めてもいいようにと、俺は懸命に仕事に励んでいる。定時を過ぎて残業をしていたある日、仕事も一息ついて、あと一踏ん張りで帰宅できるかなと、手元のスマホを見ると、妻からのメッセージが通知されていた。今夜の夕飯の相談か、何時頃帰るのかといった類の連絡かなと思いながら、何気なくメッセージを開くと、そこにはたった一行、離婚してください、とだけ書かれていた。突然の出来事すぎて、何かの冗談かもと思いながら、不安な気持ちを抑えられず会社を飛び出した。慌てて妻へ電話をかけると、妻はすぐに電話に出た。さっきのメッセージは何？どうしたの？何かあった？メッセージの言葉のままよ。結婚してからずっと考えていたの。まだ結婚したばかりじゃないか。不満があるなら、その都度言ってほしい。注意して直すから。何か一つや二つじゃなくて、付き合っていた頃に思い描いていたようなケイスケじゃないのよ。それに、それだけじゃなくて、仕事を続けながら家のことをするのも苦痛なの。今までは仕事をしていても、家では自分のことだけをやればよかったけれど、結婚して同棲が始まり、生活がいろいろと変わっていくのが辛くなってきたの。完全に家庭に入れるならなんとかなるかもしれないけれど、今のケイスケの収入だけではとても無理でしょ。私とても耐えきれないの。妻の言い分に何も反論できない俺は、妻の言われるがまま離婚に同意した。その晩の話し合いで慰謝料はなしで合意の上離婚届にサインをした。妻は簡単な荷物だけはまとめてカバンに詰め、大きな荷物は後日運び出すと言い、家を出て行った。仕事から帰ると部屋は真っ暗で、玄関に迎えに来てくれる人がいない寂しさを感じ、辛い日々が続いた。一人で住むには広すぎるので、今の住居の解約手続きを済ませている。退去期限まであと一週間となったが、埃をかぶった家財の持ち主からは、連絡や片付けに来る気配が一切ない。無断で捨てるわけにもいかず、元妻に電話をかけてみた。この家を出るんだけれど、残りの荷物はどうする？もう退去までの期限が一週間しかないから。まだいるものがあるなら、実家の方に送ってあげるけど。私、今は駅近くのタワーマンションに住んでいるから、実家になんて送らなくていいよ。彼氏がお金持ちだから、家具とか私の好きなものを全部買い揃えてくれたの。そこにある私の荷物は全部処分してもらっていいかな。俺の両親ある提案を元妻は鼻で笑いながら得意げに話していた。元妻の言いぶりは、俺の知る元妻とは似つかないくらい豹変した傲慢な態度だった。それまで離婚の昇進で落ち込んでいた俺の心は一変した。今までの沈んでいた自分が馬鹿らしく思えてきた。ああ、そういうわけか。つまりは前から浮気相手がいたわけか。その相手と一緒になりたかったから俺とは離婚したってことなのか。そういうわけじゃないのよ。私の会社の上司でもともと親しくしていたのよ。婚約してから言い寄られたのだけれど、ずっと断ってきていたの。一緒に暮らし始めたのは離婚後なんだから何も問題ないでしょ。もうその辺はどうでもいいんだけどさ、この荷物は自分で片付けるなり彼氏に頼むなり何とかしてくれないかな。俺は
荷物の処理についてだけを解決したかったのだが、元妻の話を遮るように、その話をした俺の態度が気に食わなかったのか、元妻はさらに饒舌になった。何？私がお金持ちの彼氏と一緒になったのが気に入らないの？まあ、朝から晩まで必死に仕事して、安月給のケイスケと違って、彼氏は部長さんだから、お金も時間もあるのよ。その、あり余っている彼氏の金と時間で、残りの荷物を処理されればいいじゃないか。さっさと話を済ませたかったのだが、俺の一言で、元妻の怒りは増してしまったようだ。彼氏と違って、心の余裕もないのね。彼氏は大事な仕事を任される立場にあるから、そんなくだらないことをやってる時間はないのよ。だからそんな下っ端のやるような作業は、いらっしゃいのケイスケがやってくれない？ほんと、稼ぎも心も小さくて、離婚して正解だったわ。俺は、呆れて言葉も出なかったが、最後の一言は、まさに俺も同じ思いだった。俺も本当にそう思うよ。離婚した直後に前々から話が出ていた昇進も決まったから。あら、よかったね。昇進って言ってもどうせかかりちゃうくらいでしょ。それじゃあ仕事の内容もお給料も今までと全然変わりはないでしょ。元妻はいかにも上から目線でバカにしたような言い方をした。うちの会社の新規事業立ち上げの本部長に抜擢されたんだ。新規事業？本部長？今までそんな話一言もなかったじゃない。3ヶ月くらい前からこの話が出始めて、まだ確定はしていなかったから決まったら話そうと思っていたんだよ。本部長になると役員扱いになるから報酬は年俸制になるし、成果を上げた分だけ歩合もつく。おそらく今までの所得よりも 3,4 倍は増えるんじゃない？具体的な報酬の話になると、わかりやすく元妻は激しく噛みついてきた。私のことを騙していたのね。騙しているなんて人聞きが悪い。離婚の話が出た時はまだ平社員だったわけで、離婚後に決定されたんだから。あと、本部長になると、会社の取引に関して発言ができるようになるから、お前の会社の一番の大口顧客が、うちの会社だってことを忘れてないよな。だから、何って言うのよ。前から、お前のとこの会社、連絡も納期もルーズで、取引に関して目に余ることが多すぎると思ってたんだよ。今度の取引先の見直し会議の時に、お前の会社を見直し候補として挙げておくよ。何それ、離婚の腹いせ？そんなの嫌がらせ程度の話じゃ済まないわよ。俺は真面目に正論を述べているんだ。入籍して間もない女子社員を口説いている役員がいる会社なんて、まともに取引できるわけないだろ。ま、そういうことだから、とりあえずこの目の前の大量のゴミは捨てといてやるよ。元妻は絶えず何かを言い続けているようにも聞こえたが、俺は一方的に電話を切った。そしてすぐに不用品回収の会社へ電話して、元妻の荷物を一つ残らず回収してもらった。家の退去を終えた翌週には人事異動の発表があり、俺は正式に本部長に任命された。その後、取引先の選考会議が行われ、以前からあまり評判の良くなかった元妻の会社との取引は停止ということで満場一致で決議された。後から聞いた話によると、元妻と部長の不貞行為が取引停止に至った原因という話になっているらしく、二人とも解雇されたそうだ。俺は新たな部署で心を新たに精一杯楽しみながら仕事を頑張っている。